の健康広場デンタルパークのコーナーです。お相手の松原恵美です。このコーナーでは広島市歯科医師会の歯科医師の先生にお口の健康に対する様々なアドバイスをいただいています。今回は広島市歯科医師会田中貴治先生にお越しいただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回のテーマが酸食症についてと、はいはい、あの酸性の酸に蝕むという症状と書くんですが、はいはいはい、どういうことでしょうか。はい、皆さんは酸食症という言葉を聞かれたことはあるでしょうか。あまり聞かれたことがない方も多いと思うんですけれどもね。ではこの酸食症がどのような病気か思い浮かぶ人は特に少ないのではないでしょうか。そうですよね。実際酸食症ってどんな疾患になるんですか。はい、それでは酸食症について説明させてもらおうと思うんですけれども、その前に歯に穴が開く病気というと皆さんはどんな病気を想像されるでしょうか。虫歯。そうですね、はい、虫歯というのはお口の中の虫歯菌が原因となって歯が溶かされてしまい歯に穴が開いてしまうという虫歯菌による感染症なんですけれども、この酸食症の場合はお口の中のばい菌が全く関与しない歯の病気ということになります。つまり酸食症というのはばい菌以外の何らかの原因によって歯に穴が開いてしまう、このような病気が酸食症と定義されています。何らかの原因ってどういう原因ですか。はい、酸食症の原因となるものは実は酸なんです。あ、はい、この酸というのは体の外から摂取される外因性のものと体の内部から産出される内因性のものに分けられます。外因性の酸での代表例は飲食物由来の例えば清涼飲料水、果物、お酢などが挙げられます。その他では鎮痛剤などの薬や栄養補助剤として用いられるサプリメントにも含まれているケースもあります。また一昔前の話になるんですけれども、酸を取り扱う職業の方が職業病としてお口の広範囲に酸食症に罹患することが問題になったこともありましたが、現在ではこの食病に関連した酸食症についての報告はあまりありません。あと内因性の酸についてなんですけれども、例えば摂食障害や胃食道逆流症などにより胃液が逆流し胃酸が口の中に停滞することが続くと酸食症の原因となり得ることが報告されています。はい、では今までのお話であったような、例えば清涼飲料水とかお酢、はい、お薬などをちょっとでもこう酸性のものを口に含んだりすると、それで歯に穴が開いてしまうっていう、そうですよね、そんなことないですよねそんなことはね、さすがにね、いうところなんですけれども、もしねそういうふうにちょっとでも酸性のものがね口の中に入ってしまった人が酸食症になってしまえば、おそらく人類のほとんどが酸食症になってしまい歯に穴が開いてない方の方が珍しくなってしまうかもしれないですね。でも実際はそんなことはないんですね。はい、つまり酸性のものを摂取したからといって酸食症を過剰に心配する必要は全くありませんので、それはご安心ください。はい、しかしとある研究では先ほど例に挙げた高い酸性度を示しているものに抜けた歯を長時間接するようにしておくと一定時間経過した後歯の溶け出しが始まることが確認されていますので注意は必要です。またサプリメントとして販売されているビタミン剤やアスピリンなどの酸性の薬剤についても同様のことが言えます。ではどれくらい歯が酸にさらされると酸食症という症状に現れてしまうのでしょうか。はい、先ほどお話しさせていただいた通り一定時間ですね高い酸性を示すものにさらされてしまった場合にはどうしても歯の脱解、歯の溶け出しは起きてしまいます。しかし歯の溶け出しが起きたからといってすぐに歯に穴が開くわけではありません。酸に対して抵抗する力もありますし、唾液には酸に対する干渉能があるため歯の再石灰化が起き歯に穴が開くことを防ぎます。歯が酸に対して抵抗が低い場合については唾液分泌量が少なかったり唾液に酸を中和する酵素の含有量が少ない場合はリスクが上がりますし、頻繁に口の中に酸が取り込まれている人はやはり注意が必要になってきます。じゃあどれぐらいで酸食症の症状が出るかについてなんですけれども、先ほど説明したリスクの要因が相互に関与するために最終的に酸食症になるならないっていうのは実は個人差の要因が強いと考えられています。はい、では酸食症を防ぐにはどうしたらいいですか。はい、まずは自分が酸食症のリスクをどれぐらい抱えているか、これを知ることが大事になってきます。すなわち定期的に酸性の薬剤を服用しないといけなかったり酸性飲料を常用している人は上手な摂取をすることが重要になってきます。具体的には時間の区切りをつけずだらだら摂取続けるのを控えるということが大事になってきます。はい、あと実際に
大量の酸を短時間に摂取するのと長時間少量の酸を摂取するのを比較していくと、長時間酸を摂取する人の方が酸蝕症になりやすいと報告されています。また唾液の分泌量が低下すると言われている睡眠前には酸性のものを控えていただくことも酸蝕症のリスクを低くすることにつながっています。その他では強い酸性の食物を摂取したら、できるだけ早くお茶やお水などのお口の中に満たしてあげて、お口の中の酸を中和することが実は大事になってきます。またこれは皆さん意外に思われるかもしれないんですけれども、強い酸を摂取したすぐ後にはまだ歯磨きをせずにですね、1時間ぐらいは歯を強く磨かないことも実は大事になってきます。すぐに歯を磨かない方がいいんですか？そうですね、はい、すぐというそうですね、すぐっていうのはもうちょっと控えていただいて、まあ、どうしても酸がね、酸にさらされてしまった直後には歯が脱臼を起こしてしまいますので、この時に歯を磨いてしまうと歯を痛めてしまって酸蝕症を起こす原因にもなりえますので注意が必要です。でもどうしてもね、すぐに歯ブラシをしたい方もいらっしゃると思いますので、そういった方はまずうがいをしていただいて、シュガーレスガムなどを噛んでいただいて、唾液の分泌を促進した上で柔らかめの歯ブラシで優しく磨くことをお勧めしています。その他の予防法としては、フッ素で歯質を強化したり、かかりつけの歯医者さんで定期検診を行ってもらい、酸蝕症の傾向がないかっていうのをチェックを受けていただくことが大切になると思います。もし酸蝕症について気になることがあるようでしたら、かかりつけの歯医者さんに行っていただき、酸蝕症の有無のチェックをぜひ受けてみてもらってください。ああ気になりますね。虫歯以外でね、この歯が溶けるそういうのがあるんだなというのがびっくりですけれども、はい、ちょっと気をつけようと思います。はい、はい、今回は酸蝕症というテーマで田中先生にお話を伺いました。では最後は田中先生のリクエスト曲でお別れとなります。先生どんな曲でしょうか？はい、今回リクエストさせていただく曲は、リサさんが歌っているホムラという曲です。あ、なんか懐かしいというと2年前ぐらいになりますかね。どうしてこの曲を、はい、当時のね、子供たちがよく聞いてたりとかです。 あとあの鬼滅の刃の映画 の、うんうんうん、テーマ曲ということで、はい、私も聞く機会があったんですけど、あ、いい曲だなと思いながらですね。ただ今子供の名前出したんですけど、実際にもし子供 の私たちの名前使うんだったら、新しい曲を言ってほしいっていう風に言われて、アドの新世界とかっていうのをリクエストしてきてって言われたんですけれども、まあ、そこはちょっとあえてご自分でやらせていただきました。はい、今回は広島市歯科医師会の田中貴春先生にお越しいただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。お口の健康広場デンタルパーク、お相手は松原恵美でした。